2009年サモア沖地震は2009年9月29日にサモア諸島で発生した地震である。発生時刻はサモア時間午前6時48分。震源地はサモアの首都アピアの南沖 190km、震源の深さ 18km、モーメントマグニチュード8 1太平洋プレートとインドオーストラリアプレートの境界付近は 世界で最も地震活動が活発な地域の一つであるが、今回の地震はこれらのプレート境界である、トンガ海溝の北端で発生したものである。ユスグスは太平洋、プレート側に断層が生じて地震が発生した海洋プレート内地震、いわゆるアウターライズ地震と推測している。その後、 この地震の前後どちらかにプレート境界の地震が発生していたとの推測がなされている。この地震の震源の南側では1995年4月7日に M8.0、2006年5月3日に M8.0、2009年3月19日に M7.7 の地震が発生している。太平洋津波警報センターは午前3時4分以降、 断続的に津波情報を発表した。地震発生後、ウポルト南部の村は津波により壊滅しアメリカ領、サモアでは4.5メートルから6メートルの津波が4回到達した。アメリカ領サモアのパゴパゴでは314センチメートル、サモアの首都アピアでは140センチメートルの津波を観測した。被災地であるサモアとベーサモア及び トンガでの死者の合計が192人に達し、70の村落が壊滅し余震が10回以上に上り、数万人が家屋を失ったと伝えた。また、オセアニア、アジア、北、中米、南米の各地で津波を観測した。日本では太平洋側全域で津波注意報が出され、岩手県の久慈市では3 6トルの津波を観測している。地震発生後、 アメリカのオバマ大統領は FEMA から緊急派遣チームの派遣を決定した。日本政府は9月30日午前に首相官邸危機管理センター内に情報連絡室を設け、鳩山幸夫首相は何らかの対策を講じるとした。オーストラリア政府がサモアに200万ゴードルの緊急支援を決定し、医師や援助当局者などの支援チームを派遣した。 一方のニュージーランド政府も空軍の哨戒機を飛行させ被害状況の確認をしている。ありがとうございます。